いまより令和6年度名古屋石田学園成城高等学校入学式を挙行いたします。国歌斉唱、正面国旗にご注目ください。注目をお名乗りください。来賓、保護者の皆様はご着席ください。誓いの言葉、誓いの言葉、両親に対し、健康に恵まれ、勉強に精進できる喜びを感謝いたします。常に広い視野に立って、学問を積極的に追求するよう努力いたします。前途に希望を抱き、法友と力を合わせ、貧困を重んじ、明るい学園といたします。黙想。黙想直れ。着席。入学許可宣言。新入生起立。礼。入学許可宣言。前立性課程普通科鈴木霞はじめ382名の入学を許可します。令和6年4月6日、学校法人名古屋石田学園成城高等学校校長石田博樹。はい、新入生代表宣誓。代表鈴木霞。
先生、私たちはただいまから本校の諸規則を固く守り勉学に励みます。体も健康、心も健康、本校の誓いの言葉を尊び、成城高等学校生徒としての本分を全うすることをここにお誓いいたします。令和6年4月6日、新入生代表鈴木かすみ。校長式辞、教職員起立。礼。着席。式辞。暖冬の影響で桜の開花が随分早まるのではないかと思われましたが、桜の花々はあたかも入学式の日を気遣ってくれていたかのように4月一気に満開となりました。この良き日に豊明市議会副議長近藤博秀様、父母の会会長細井加奈様、同窓会会長大竹博様、また学園からは石田正樹理事長をはじめ理事の皆様にご臨席を賜り、名古屋石田学園成城高等学校第61回入学式を挙行できますことは生徒教職員挙げて喜びとするところであります。厚くお礼を申し上げます。新入生の皆さん、入学おめでとうございます。皆さんはこれから始まる高校生活に胸を躍らせるとともに、新しい環境への期待と不安が入り混じっていると思いますが、それは皆さんが成長への第一歩を踏み出した証です。皆さんが過ごした中学3年間は世界が大きく変化をしました。その一つがロシアによるウクライナへの軍事侵攻など戦争や紛争、能登半島地震や地球温暖化による自然災害など人類や生物の命の危機につながる出来事が頻発しました。特に3年以上にわたって人類を危機的状況に追い込んだ新型コロナウイルスの感染拡大は、これまでの生活様式を一変させました。3年後に高校を卒業する生徒たちは法的には成人となります。従来のように卒業後2年の猶予の後ではありません。高校3年間でそれぞれが成人として責任ある行動が取れるよう指導してまいりたいと思いますし、その自覚を促していきたいと思います。ご家庭でもご協力をお願いいたします。結びになりますが、未来を担う人材の育成という崇高な使命を自覚し、入学生の皆さんの限りない可能性を祝し、祝辞といたします。令和6年4月6日、学校法人名古屋市大学園成城高等学校長石田博樹。新入生教職員起立。
学園長告示。はい、着席。はい、皆様おはようございます。すがすがしい気候を迎えました。私は今日校内を一巡いたしましたところ、100本ぐらいの桜が咲いてるんですね。ああ、いい入学式を迎えたな、嬉しく思っているところであります。成城高校の歴史は昨年で60年、今回の入学式は第61回で、ご来賓の皆様方あるいは保護者の皆様方のご参列をいただきまして、このように厳粛裏に入学式が挙行できますこと、大変嬉しく思っております。お話ししたいことはまずほぼ一つですね。今日ここに入学を迎える皆さん、決して自分一人で育ってきたわけではないということをお分かりだと思います。例えばですが、生まれたときに自分でおしめ変えれましたか？で、自分でミルク買ってきて飲めましたか？絶対飲めないはずなんですね。で、必ず育ててくれた人がいる。一人で育ってきたわけじゃない。お父さん、お母さん、また社会の皆さん、友達もそうだと思いますよ。今日に至るまで。お父さんお母さん以外と喋ったことないっていう人はいないと思います。いろんな気持ちを持って、経験して今日に至っていると思います。ですから感謝をしましょう。本当に感謝をしましょう。だけど毎日毎日私が申し上げるように感謝するなんて難しいですよね。たまにはお父さんお母さん友達と喧嘩しますし、ただ今日のような入学式とか卒業式、また大学、それから就職、結婚の時とか、まあ、節目節目で、